こんにちは、もやです。本日はサマーズウォーのガチャをやっていきたいと思います。はい、ということで、不思議19回ですね、ありますんで回していきたいと思います。はい、大丈夫かな。ちょっとね、ちょっとだけマナが足りなかったんで、ちょっとルーンちょっとだけ売っていきます。何売ろうかな、何売ろうかな。栗ダメは取っときたいんだけどな。違うのにしよう。この保護いらないでしょ。これ売っちゃいます。これ行こう、これでいいや。はいはい、じゃあ行きましょうか。あれモンスターボックス大丈夫かな。ちょっとモンスターボックス大丈夫か、ちょっと見てみる。大丈夫ね。はい、それでは行っていきたいと思います。はい、さあカモン、よいしょ。ヌボッチ、はい、ミイラ、ミノちゃん、ミノさんね、クマさんね、うん、いらないね、猫ちゃんね、うん、アニマルパラダイス、あ、アニマルじゃないやつ来た。はい、アニマル来た、アニマル出戻り、はい、やベアベア、はい、アニマル、おーイエス、おーイエス、バチってからのノーアニマル。はい、海賊船長いらないな。海賊船長はもうガレオンスキルが持ってるからね。酔っ払い、どっか行け。はいはい、クマさん、ベアマンやたら引くな、やたらベアマン引くな。火のグリフォンを育てようか若干迷う。あ、またクマさん、すごいね、クマさんガチャだね。うん、クマが多いガチャだね。お前猫ちゃん、はい、さあバッチいった、何来るかな。おおおお、やった、ベルナ、いや、これは嬉しい、これは嬉しい、これはやばい、これはめっちゃ嬉しい、やば、来た、ニコ生の巨人の時に大活躍したあのペルナさんが私の元に舞い降りた、やば、これは超嬉しい、これは嬉しい、やばいな。いや、久々にちょっと、久々にすっげえ嬉しい順号が来た、やった、これは育てよう。あ、もうここら辺とかもう紹介し合い、はい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 、ラプラス、もういいや、はいはいはい、同志、どうしてあなたは同志な、はい、なんでもないね。はい、やった、うわ、コメント少な、まあそれは朝5時だからね。朝5時だからちょっとコメント寂しいけど、まあとりあえずおめでとうって言われたんで、ありがとうございますって返しておきましょう。はい、ありがとうございます、てへ。あ、ちょっとね、卑猥なものが見えちゃったかもしれないけど、ちょっとごめんね。はい、あざーす。いやー、超嬉しいわ、めっちゃ嬉しい、めちゃめちゃ嬉しいわ。ちょっとペルナはやばい、ペルナはやばいでしょ、すげー大興奮だわ、ありがてー、すっげー嬉しい、感無量だね、久々だわ。はい、ちょっとペルナってどう育てればいいんだろう。暴走繰りだめかな、暴走繰りだめ、時代は迅速だから迅速、ちょっとペルナ上に置きたい。僕ね、使うキャラは上に集めてるんですよ。なのでフェニックス、ペルナね、上に行きました。どう育てればいいんだろう。迅速繰りだめ、体力にも寄った方がいい、攻撃特化にした方がいい。でも復活あるから、もう攻撃特化にしてやった方がいい気がするんだけどね。ちょっといまいちわからないな、まだ使い方が。一般的には暴走繰りだめなのかなって思ったりもするんだけど、ちょっと読んでみよう。ペルムナをお持ちの皆様、私が覚醒したら防御が下がるのがおかしいと思います。情報修正を求めます。ドイケント方はいいのに重ねるのが覚醒すれば防御が下がる。あー、いやー、フェニックスはでもペルナは十分強いんじゃないか、大丈夫でしょ。その下に書いてあるね、でもこんなに火力があって蘇生もできるのに防御まで上がったら倒せなくなるってね。まあそうだよね、情報修正求めたらキリがなくなっちゃうから、まあこれぐらいの強さでいいんじゃないかって思うけども、でも覚醒すると防御下がるんだね、珍しいね。あ、火のドラゴンナイトと組み合わせると強いのかな、どうなんだろう。とりあえずコメントしとこう。ゲットしました、顔文字何にしようかな。
顔文字は、これにしよう。キラ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 ってね。はい。このコメント、見つけましたら、グーしてもらえたら嬉しいです。暇で時間ある方は、グーしてもらえたら幸いです。はい。やった。これはめっちゃ嬉しいわ。マジで嬉しい。愛を持って育てよう。やばい。いや、こないだペルナ引いたからな。もう多分来ないとは思うわ。さすがに。アマゾン。アマゾンでお買い物。ペンギンナイトでお買い物。違うな。バウンティーハンターでお買い物。違う。もうアマゾンの流れができる。サーペントでお買い物。違う違う違う。ノー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 。ミスティックビッチね。で、お買い物をしない。インペルノ！はい。まあ、さすがにな。さすがにこの間あんだけ引いたから出ねえわな。うん。で、育てよ。バウンティーハンターはあれだ、多分、もうそろそろスキルマンになるはずだから、光バウンティーを育ててるんですね。光バウンティーを育ててるんで、おそらく、あ、あと2か。あと2。とりあえずこれで、あと、スキル上げて、これであと、1体でできる。光バウンティは間違いなく強いかなと思うんで、今後育てようかな、候補に上げてますね。うん。あとね、ジュルタンか。ジュルタン。ジュルタン抜群に強くして、レイドで使えるんじゃないかなって思ってんだけど、どうなんだろうな。いまいちわからん。わかる人コメントちょうだい。ということで、もう一丁行こうか。もう一丁行こう。行きます。はい。グリム・リッパー。バイキン？ノーバイキン。バイキン。なんて火だ。はい。サメ。ミノちゃん。あー、ムバチ続き。狼人間。ダウンティ。ノーだね。ノー。さあ、光と闇。行こう。おい、最大保有数かい。おい。最大保有数かい。もうちょっとちょろっとしてくるわ。ちょろっとしてこよう。なんかピンってきたな。とりあえず育てる。パッパッパッと。狼人間はもうね、光も闇もスキルマなんで、もう使わないでしょ。いらないね、狼人間。光と闇！闇！よいしょ！紛れもない。ハズレだ。多分これいらないでしょ。自分の最大体力に秘めたため2ターンの挑発。2ターン挑発か。2ターン挑発って珍しいかな。防御力下げる。防御力下げるけど、スタンもするけど、いらないな。これだったら多分闇武人の方が多分強いな。うん。これ髪の毛黒にしたらもう竜やん。もうそもそも竜じゃないですか、ストファーの。ね。いやー、引きてー。ちょっと引きたいわー、まだ。引きたい。悩んだ末に伝説買っちゃいました。ということで27連と伝説引いていきます。グリフォン、みんなのスピード上げるグリフォン、無駄にムキムキゴレム、風は強いよリビング。聞かねえな、バチンねえぞ。狼人間。バチラン。ミイラ。いらん。バウンティーハンター。いやー、俺は恋のバウンティーハンターになりたいってね。違うか。はい。ミスティックビッチ。いらないな。オッケー、来たぜ、バチったぜ。何が来るかな。なれれれれれれんれれれれん。何気持ってなかったな。水暗殺者。だけどこれさ、速度さ、200まで振ってんのに攻撃2回とか3回とかしないとかそういう話だったから、どんだけ速度高くすりゃ7回攻撃してくれんですかみたいな感じだった気がする。確か。違ったっけ？ちょっと間違ってたらごめんなさい。教えてくれると嬉しいです。酔っ払い！どっか行け！グリムリッパー。うん。タッパーみてえな名前しやがって。酔っ払い！あっち行け！
ドラクンマスター引くたびにディスるからね。おっとバチったぞ。何が出るかな。海賊船長はね、結構いっぱい持ってんだよ。だからガレオンをスキルマにしてるからもういらないの。まあ、もしも光闇とかで闇とかを引ける機会があればって時のために取っとこうかな。まあまず引けないと思うけどね。闇海賊は確か超強かったはず。確かね。インペルノ、いらない。犬神の犬神。あ、二鉢で終わるか。犬犬続き。犬犬アマゾン。さあ伝説いきましょう。よし、さあ行くぞ。伝説ゴー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 。何が出るかな。テレレテンテンテレテテン。俺さっき言ったな、暗殺者、暗殺者、水暗殺者。いやでも風が一番強いんだよね。何も言ってないよさっき。いやさっき言ったなって俺今言ったけど何も言ってなかったわ。風暗殺者ワンチャンスキルまでありかもかな。あ、火も水もそんなに使えないんだよね。ただ風だけはなんか攻撃が強いってアリーナで活躍する可能性があるから、でも優先ではないかな。伝説、そんなに伝説じゃなかったな。はい、ということで、本日の動画は以上となります。ご視聴いただきありがとうございます。よければチャンネル登録よろしくね。また見てくださいね。バイビー。